皆さんこんにちは、コットンラフィアイークロシェットチャンネルです。今回こちらのモチーフ柄ハットを動画解説していきます。人気のアフリカンフラワーのモチーフを使ったバケットハットになります。シンプルに単色で編んでもいいですし、このようにバイカラーで編んでもぐっと雰囲気が変わります。またとんがりフォルム、まん丸フォルム、お好きな形で編んでいただけます。まん丸フォルムの方は折りたたんで持ち運びもできて便利です。キットに付属するものですが、コットンラフィアメインカラー1玉、サブカラー1玉、滑りテープ、そして編み図もついてきます。動画ではこちらの色を使用します。単色で編む場合は同色でご用意ください。用意するものですが、かぎ針、5号針、シザー、とじ針をご用意ください。それでは早速編んでいきましょう。トップのモチーフを1枚、サイドのモチーフを5枚編みます。トップもサイドも4段目までは編み方が共通です。5段目以降の編み方で丸と四角に変えています。まずはこの共通部分から解説していきます。1本取りで編みます。配色で編む場合はサブカラーでご用意ください。まず鎖の作り目をします。そのまま鎖を4目します。1、2、3、4、4目しましたら最初の目に引き抜いて輪にします。次の段はこの真ん中にできた大きな穴に針を入れて編んでいきます。端糸は輪に沿わせるような形で編みくるみましょう。鎖2目で立ち上がります。長編み2目一度をします。最初の鎖はですね、この長編みの途中の形になります。2つ目の長編みの途中の状態を作って針に2本まとめて糸を抜いていきます。これが長編み2目一度です。続けて鎖を2目します。この長編み2目一度鎖2目というのを1セットにしまして、合計で8セット編みます。8個目の2目一度を編んだら、最後鎖2目を編む前にこの編みくるんだ糸端は切り落としましょう。最後の鎖2目ですが、単色で編む場合は中長編みで代用します。そうすることで次の段が編みやすくなります。配色で編む場合は編み図通り鎖2目をして最初の目に引き抜いてください。配色で編む場合は1色目の糸がここで終わります。糸始末をしましょう。編み地を返して右隣の目に針を入れます。ループを針に戻し手前に引いてきます。糸を引き抜いて根元を固く絞り、そして糸を切りましょう。配色の場合はちょっとした手間なんですが、これをやっておくことで仕上がりも綺麗で、かつ色変えもスムーズに行えます。これで1段目が編めました。続いて2段目を編んでいきます。配色で編む場合は2段目はメインカラーの色で編んでいきましょう。単色の場合は中長編みの1から始めていきます。鎖2目で作ったこの大きな穴を束で拾って先に針を入れてから鎖の作り目をすると抜けにくくなるのでおすすめです。鎖の作り目をして手前に抜いてきます。結び目が裏から出てこないように注意しながら
端糸を編みくるみながら鎖を3目します。同じ穴に長編みを1目、この位置には1周編んだ後最後にまた戻ってきます。隣の穴に長編みに、鎖に長編みにというふうに編みます。この長編みに鎖に長編みにというのが1セットとなります。1つ編めましたね。あとはそれを繰り返していってください。一瞬戻ってきましたね。最初の穴に残りの長編み2目をします。そして鎖2目ではなく、この位置には中長編みを、最初の立ち上がり鎖3目目の位置に中長編みを編みつけましょう。これで2段目が編めました。そして3段目も同じくメインカラーで編んでいきます。前段鎖2目で作った大きな穴、この位置に長編み7目を編みつけます。最初は鎖3目の立ち上がり、そして長編みを3目編みつけます。つまり立ち上がりを長編み1目とカウントして合計4目をここに編んだ形になります。残りの3目はですね、1周回ってきた最後にまた編みつけていきましょう。次からは長編み7目を編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、はい、このような形でですね、大きなこの穴8個に対してそれぞれ長編みを7個編みつけていきましょう。はい、一周回ってきましたね。最後に最初のこの部分に長編み3目を編みます。3目目を編んだら立ち上がりの鎖3目目の位置を引き抜いてつなげます。はい、これで3段目が編めました。配色で編む場合は1段目同様ですね、糸始末をしていきましょう。編み地を返し、右隣の目に針を入れまして、ループを針に戻します。手前に抜いてきて1目引き抜きます。そして根元を固く絞り、糸を切り落とします。配色の場合もこれで3段目が編めました。はい、4段目はこの花びらの内取りの部分です。前段の長編みの位置に細編みを編みつけます。細編み7目と細編み7目の間にはこの部分ですね、長編みを1目編みます。長編み、細編みを7、長編み、細編みを7、長編み、これを繰り返していきましょう。単色で編む場合はそのままの位置から編み進めてください。配色で編む場合は右隣の真ん中の部分に糸をつけて編んでいきましょう。右隣の山の左から4目目、1、2、3、4、この位置にまず針を入れます。サブカラーを針にかけて手前に抜いてきます。鎖1目で立ち上がり、同じ位置に細編みを1目、残り細編みを1、2、3目したらこの位置に長編みを1目します。針を入れる位置は 前段の頭、前々段4目長編みがありますね。この左から2番目の方に針を入れて
長みの足を上まで伸ばして引き上げた状態で頭の高さを揃えるのがポイントです。あとは細編み7、長編みを繰り返していきます。最初の細編みの1目めは長編みの後ろに隠れています。1目め、2 3 4 5、端糸も編みくるみながら6、そして7、はい、細編みを7個編んだら続いて前々段の部分の頭を拾って大きな長編みを編みます。頭の位置は揃えた状態で長編みですね、はい。あとはこれを繰り返していってください。最後は細編み3をして最初の目に引き抜きます。これで共通モチーフの4段目が編めました。5段目からトップとサイドの編み方に分かれます。まずはトップから編んでいきましょう。トップの5段目は4段目と同じ色を使います。前段の細編みの位置に長編みを編み付けていきます。前段の細編み7目に対して長編みを10目に増やしたいので、前後の2目には長編みを1目ずつ、そして真ん中の3目に対して長編みを2目ずつ編むことで合計10目にします。つまり長編みを1 1 2 2 2 1 1と編みます。前段長編みの位置には編みつけずに目を飛ばします。長編み10、目を飛ばし、長編み10、目を飛ばし、というふうに繰り返していきましょう。最初だけ6目と4目に分けます。まず立ち上がり鎖3目と同じ穴に長編みを編みます。隣の目に長編みを2目、続いての2目にはそれぞれ長編みを1目ずつ編みつけます。はい、そして前段の長編みの部分ですね、ここには編みつけずに飛ばして次の目からですね、長編みを編んでいきます。長編みを1 1、そしたら次の3目には2目ずつですね、長編みを1つ目2つ目2目編みつけました。次も1つ目、2つ目、はい、そして1つ目、2つ目、残った2目には長編みを1つずつ編みつけます。1枚の花びらに長編み10目を編みつけました。前段の長編みは編まずに飛ばして、また次の目から長編みを1 1 2 2 2 1 1というふうに編みます。これを繰り返していきましょう。一周回ってきましたので最後に長編みを1 1 2というふうに編みます。立ち上がりの鎖3目めに引き抜きます。配色の場合はここで糸を割らせます。編み地を裏返し、右隣の目に裏から針を入れてループを戻し手前に引き抜きます。
そして一目引き抜いて根元をキュッと固く絞り、糸を切ります。トップの5段目が編めました。6段目は4段目と同様に花びらを縁取っていきます。前段の長編みの位置に細編み、そして前々段の長編みの位置、ここの頭を拾って長編み。ただしサイドパーツと目数を合わせたいので、サイドパーツは19目 ×5 枚イコール95目となります。トップも1周95目になるように目数を調整します。7枚の花びらの中心に増し目をして、立ち上がりの花びらには増し目なしです。そうすることで1周が95目となります。それでは6段目編んでいきましょう。花びらの左から4目目の位置に糸をつけます。はい、鎖で1目立ち上がり、端糸は一緒に編みくるみながら細編みを1、2、3、4、はい、4目しましたら、前々段の長編みですね、この位置前段には編みつけずに飛ばしてます。この頭の部分を拾って長編みをします。頭の位置が揃うように柱を長く伸ばして長編みを1目、はい、でこのここから先の花びらにはですね、真ん中の位置に増し目をしていきます。1、2、3、4、そして次の5番目のところに増し目をして5、6ですね。7、8、9、10、11、はい、細編みを11個編んだら前々段の長編みの位置に長編み。あとはこれを繰り返していってください。一周編みましたら最初の目に引き抜いて、これで6段目が編めました。続いての7段目ですね。6段目と同色で編みましょう。前段の目を拾って95目の細編みです。はい、一周編んできましたので、最初の目に引き抜いて、そして編み地を返し、隣の目から針を入れてループを針に戻し、手前に抜き、一目引き抜く、キュッと絞って糸を切ります。はい、これで7段目が編めました。合計95目です。続いてサイドモチーフを編んでいきましょう。サイドモチーフは5段目のみです。上辺が19目なので5枚合わせて95目となり、トップモチーフと目数がぴったりと合います。そして下辺はブリムとの境目の部分、つまりかぶり口にあたる部分です。かぶり口までなだらかな傾斜をつけていきたいので、つまりは上辺よりも下辺の方を長くした台形を作る必要があります。トイが56センチのかぶり口になるように、下辺の目数は21目になるように編んでいきます。まずは共通モチーフ4段目までを編みます。単色の場合ですね、糸が終わっているその位置から編みます。配色の場合ですね、糸をメインカラーに変えます。花びらの4目目に糸をつけ、鎖で1目立ち上がり、端糸を編みくるみながら根元に細編みを1目。続けて細編みを8目、合計細編みを9目続けて編むことになります。2、3、4、5、6、7、8、9、次の3目には順に中長編み、
長編み、長編みというふうに編みます。中長編み、長編み1個目、長編みを2個目、前段の長編みの部分には長々編みを2つ、鎖1、長編みを2つと編み付けます。まずは針に2本かけて、長編みの要領です。左から順番に2本抜いて、2本抜いて、2本抜きます。同じく2本抜いて、2本抜いて、2本抜く。長々編みが2つ編めたら鎖1つ、そして同じ穴に長編みを2つ編みます。はい、これで最初の角が編めました。次の目には長編みを1つ、続けて中長編みを11目編みます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、続いての2目にはそれぞれ長編みを1目ずつ、1 2、続いて2つ目の角を編んでいきます。前段長編みの手前、こちらに長々編みを2目編みつけます。そして角なので鎖2目をすることでしっかりと角度がつきます。隣の前段の長編みの部分ですね、そこに長々長編みを2目編みつけます。長々長編みなので3本引っ掛けて、向こうの糸を持ってきたら針に5本、2本抜いて、2本抜いて、2本抜いて、2本抜きます。これが長々長編みですね。もう一度針に3本かけて向こうの糸を持ってきます。2本抜いて、2本抜いて、2本抜いて、2本抜きます。これで2つ目の角ができました。続いて下辺を編んでいきます。隣の目に長々編みを2目、次の2目には長編みと中長編みをそれぞれ編みます。続いて細編みを9目、はい、あとはですね左右を反転させて編んでください。反転の部分はですねキットに付属の編み図をご覧いただければと思います。はい、4つ目の角も編み終わり、最初の目に引き抜きました。はい、編み地を裏返し、隣の目に裏から針を入れて、ループを針に戻して手前に引き、1目引き抜いて根元をキュッと絞り、糸を切ります。はい、これでサイドモチーフ5段目が編めました。同じものを5枚編みましょう。トップとサイドモチーフ合計6枚編んだらスチームアイロンで形を整えましょう。続いてサイドのモチーフ5枚をつないでいきます。編み終わりが上に来るようにしてモチーフのサイドをつなぎましょう。編み地を外表にして配色の場合サブカラーを用意します。最初に鎖の作り目をしておきます。糸を一旦針から外し、編み地の外側半目をそれぞれ拾いながら引き抜き剥ぎをしていきます。下の角の鎖2目目、外側半目にまず針を入れます。反対側も同様に鎖2目目、下の鎖2目目に外側半目、
内から外へ針を入れて作り目を針に戻し引き抜きます。あとは同様に両モチーフの外側半目を拾って引き抜き編みをしていきましょう。上の鎖一目のところまで引き抜き編みしました。最後は糸を固く絞って切ります。このように5枚すべてをつなぎましょう。筒状になりました。続いてこのサイドモチーフとトップをつないでいきましょう。トップのつなぎ方は2種類あります。境目をくっきりと際立たせるとんがりフォルムと境目が丸いまん丸フォルム。まん丸フォルムの方は折りたためます。まずはとんがりフォルムのつなぎ方です。配色の場合はサブカラーを用意します。外表にしてバック細編みをしていきましょう。トップとサイズの頭を拾って針を入れます。糸をかけて手前に引き抜き鎖を一目、右隣の目を同様に拾って奥の糸を手前に抜いてきます。この際に針にかかった2本はクロスした状態です。次に端糸を編みくるみながら奥の糸を抜いてきます。これがバック細編みです。あとはですね、同様に編んでいってください。このような感じでしっかりとエッジの効いたつなぎ目となります。サイドをつないだ引き抜きはぎの目は飛ばし、また同様にバック細編みを続けていきましょう。一周編んだら糸始末をします。これでとんがりフォルムのトップができました。まん丸フォルムはとじ針でかかっていきます。外表にしてトップとサイドの頭をそれぞれ拾い一目ずつかかっていきましょう。編めたら内側からアイロンを当てていくことでつなぎ目がなだらかに馴染んで綺麗なまん丸型になります。最後にブリムを編みます。モチーフ1枚に対して21目ずつ拾うのですが、さらにこのつなぎ目からも拾えます。サイドをつないだつなぎ目が5箇所あるので合計110目を拾うことになります。増し目をする段が14段、モチーフ1枚につき1箇所増し目をして1段で5箇所の増し目となります。増し目の位置は重ならないようにずらしていきましょう。
ラスト3段は増減なしです。細編みで2段編み、最終段は引き抜き編みです。配色で編む場合は1段目をサブカラーで編みます。つなぎ目の位置に糸をつけます。鎖で1目立ち上がり、端糸は編みくるみながら隣の目から細編みを編んでいきます。最初の増し目はモチーフのちょうど真ん中のこの位置に行うと分かりやすいです。モチーフ1枚につき増し目は1箇所です。つなぎ目の位置にも編みつけます。モチーフをすべてサブカラーで囲うような形になっています。はい、これを繰り返していってください。モチーフの真ん中の位置に増し目、はい、一つのモチーフにつき増し目を一箇所、はい、これで1段目が編めました。2段目、配色で編む場合はメインカラーで編みます。増し目の位置は前段と重ならないようにずらしていきます。糸をつけて鎖で1目立ち上がります。隣の目から細編みを編んでいきます。前段の増し目の位置には普通に細編みをし、4目ずらした位置に増し目をします。マーカーなどを使って増し目の位置を印つけておくと、目視しやすいかと思います。あとはこれを14段繰り返してください。ブリムの14段目まで編みました。ここから3段は増減なしです。細編み2段と引き抜き編みを1段です。配色の場合はサブカラーに色を変えましょう。あとはですね、増減なしで細編みを2段、引き抜き編みを1段編んでいきます。ブリムは基本的に立ち上がりをしないでぐるぐると編むことで段の切り替わりが目立たないで綺麗に編めます。モチーフ柄ハット完成しました。同じ編み方でバイカラーにしたり単色にしたり、まん丸フォルムにしたり、とんがりフォルムにしたり、いろいろなバリエーションが出るとっても素敵なモチーフ柄ハットです。皆さんもぜひ編んでみてください。コットンラフィアイークロシェットチャンネルでした。